真田の試練始まり始まり。さあさあお立ち会い、本前にはべりまするは乱世が生んだ大奇術師、真田泡の神正幸でござる。なんだろう、真田が道阻める者など天下にあらず。ちっと肩が凝ってきちまった。昔はよくせがれ殿が揉んでくれたもんだがね。さあさあ遠慮なく参られよ。種も仕掛けもござって揃う。もやも大した見せ場もないまま終わっちまった。これじゃ権量は取れねえや。真田の武将の一人として負けられぬ。そう簡単にやられよ。ああ見えて信之様も相当に熱きお方。そう、熱さにもいろいろあるのでござる。始末正面、任せいたった。若かりし頃の正幸様は毎日のように信玄公と拳で語り合っていたそうな。あなたが魂を投げてとる。雪村様って平熱が人の倍くらいあるらしいぜ。いやマジで。こと影のごとくにござる。巡り合い、見つめ合い、そして殴り合う。そう、すべては愛あるがゆえに。しばしごめん。待たせいたった。気合いで勝つ。これぞ真田が強さの真髄よ。お主の熱苦しさ、磨けばまだまだ光ると見たぞ。あんたみたいに強い人が どうして真田の強者じゃないのさ。真田幸村、ここにある。
張れるとこまで張る。つうわけで手は緩めねえぜ。この勝負、俺は俺の全てをかける。さあ、あんたは何をかけるんだ。石田君が切り込み隊長、島左近、いざ勝負。手に燃えよ我が炎は。勝ったり負けたり、また勝ったり、戦ってのはそういうもんでしょう。あなたが魂を投げてくぞ。我が勇、我が心は全力で狂ってまいら。まだまだ次だ。次は絶対負けねえ。よくぞ参られた。我らの試練にさえ誠の物の太となれ。信行様、雪室様だけじゃねえ、俺たちみんな正行様の息子なのさ。まだまだ、ここで倒れては信行様に申し訳が立たぬ。何をしている業務、陣を保て、離れるな。そうせかすな。主が視界の片隅にはとどまるゆえ。あなたが倒せ。貴様への殺意が指先までをも犯してゆく。天下に真田の名を、武勇を轟かせてみせよう。貴様らを斬りはしても、あの方を裏切りはしない。時を遡れ、もう一度木漏れ日のようなあの日々に。我が本当に求めたのは、待たせいたした。ずいっと攻めてこい。そこで回らきゃどこで回んだい。
拙者はノビーク様のように強くなりたい、なりたいじゃ。お前の試練は俺の試練、俺の試練は前の試練、わかるか。つまりそういうことだ。こうやってると豊臣時代も、いや、なんでもない、なんでもない。何か言った？今俺様に何か言ったらねえ。すまん、そいつもこいつもアホアホアホ。己の行く道を信じ突き進むのみ。知らせはな、不死身なんだよ。じっくりだ。ふり、確実に追い詰めろ。暗がりに気をつけなよ。特に月のない闇夜はなあ。こんなところでくたばってたまるか。じゃあな。これぞ我が道、押し込む。って雪村様の熱さが出ちまった。我ら真田が天下を取る。拙者はその夢諦めてはおらぬ。心に留められよ。これは力の差ではござらん、気組みの差でござらん。聞こえるでござる、貴殿の熱き魂の叫びが。強敵と出会い、我が二層も一層勇んでおりますれば。ここは気迫で押し切る。見よ、聞けよ、この雪村が行く限り真田の道に敵はなし。今しばらく貴殿と槍を交えていとうござる。道はまだ半ば、ここで燃え尽きるわけには。俺も真田の名声を支える一人、長く見てもらっちゃ困るぜ。手に燃えよ我が肉、手に燃えよ我が炎。燃えろ俺の二層。嘘です、使えません。真田が魂投げちゃったね。よう戦われた。休んじてメイドへ参られよ。
頂戴いたす。の証に金吾さんを差し出します。なりたい己となりなさい。教えるとすればそれだけです。それ以上歩むのはお勧めしません。警告はしましたよ。親父様も兄上も天下人に足る者の筆ござる。生病法は大傷のもとなら癒さねばなりませんね。天の海へとお帰りなさい。私もいずれそこへ行きます。僕の鍋にヒビが不吉だ。あなたが魂投げちゃった。いろんな味が走馬灯になって、今幸せかも。またお会いしましょう。おそらくは表側でね。親方様、是が非でも教えをこうてみとうござった。俺は真田の邪魔だ。そう簡単にやられよ。まことの勝負はここから。そうでござろう。巡り合う、見つめ合い、そして殴り合う。そう、すべては愛あるがゆえに。たちをやっつけてもこの後におっかないお方が控えてるって言ったらどうする？お主の熱苦しさ、磨けばまだまだ光ると見たぞ。装飾の鹿を選んだのか。そうだ、名を龍之介に変えればって無理っすよね。まあそんなことをおっしゃって、おやっさん殿がお怒りにございますよ。天に吠えよ我が家。私への油断、命取りになりましょう。次の日は必ず待つ目が。四方天地どこからなりとかかってまいられよ。おやさん、ピンときたって。おそらく僕たちは今クリス、おやさんの探偵心得その3、人を見たら下手人と思えってことで覚悟。燃えてきたぜ。ある。少しはやるな、お主。今す、おやさん、逃げるす。
前に立つ。確かにもなくワクワクするね。遠慮はいらねえ。命取る気でな。でなきゃ俺たちが人間合流も現れちまう。できるな。しかし我らの殿にはかなうまい。昔の俺なら倒れてたけど、背負うもんが変わったんでね。あんたの花、見事だったよ。また巡り会いたいね。どっちが強いか決めっかろう。勝ったつもりになるのはまだ早か。島津必勝の戦術は部位が強くとし合うために使う。真の次元を見るまで死ぬわけにはいきもはん。行きます。このまま男どもに任せていられません。我が炎は乙女は倒れても倒れても起き上がる。何度でも
あなたが魂投げちゃった。心を見せるつもりだ。いいだろう。お前いた。おや。その堂々たる戦ぶり、相手にとって不足なし。お前手に負えよ我が日本、手に負えよ我が炎は。真田日本一、我らが試練を超え、その名を天下に轟かせよ。まあまた会うこともあるかもな。決める。これより先を行くならばこの俺をまたぎ踏み越えろ。名を惜しんで命を惜しまず、これぞ武門の習わしだ。貴殿はたじっておられるか。その身もその心も未だ道半ば。ここで槍を折るわけにはいかぬ。こんな御仁がおったとは。こいつはちっと楽しめそうだ。雪村様も末恐ろしいよ。